私のやないかいこれ。ここまでわかるギャグシーンなのこれ。これ頭痛くなってきたんだけど。いい。もうそろそろ。何が分からすぎ。なんか読み放題のやつで見ないで、あこれ、いやーなんか面白いなこれ、あいやよくある設定これめっちゃ、なんかないかな。モラさん、え、モラさん面白い漫画落ちてましたよ。え待って、誰、君誰。えいや、どなたふふふじゃないんですよ。あ、スタッフの井筒と申します。美術、何美術、あ、いつもおるそうやな。井筒です。誰だ、新しく入ってきた方ですか。あ、井筒です。あ、井筒さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、何ですかこれ、アワテンボヒーローマジカ私のやないかいこれ。おい、これ小学校5年生ぐらいの時に書いた私の漫画やないかい。なんでこれですね、アワテンボヒーローマジカルトッキー。うわ、カラーだ、しかもなんだこれ。プロローグ、時田時という人物。これね、全部カタカナでね、しかもなんかタイピングしたような跡があるんよ、なんか。わかる、井筒くん。あ、わかります。本当にわかってんの。さっき読ませていただきました。読んじゃったの時田、時田みーん、みんみん、時田時寝るな、うん、もう食べられません。寝てんじゃねー。あーれーだの、ヌーミックワールド級に飛んでいってる。おお。廊下で立ってろ。バケツ持ちすぎ問題頭にバケツ乗せて肘にかけ手で持ってあくびしてるなめっぷり、これやばくないか。ギャー、びしょ濡れ、カラーテープをテープを踏み、はぁ、それでよ、だよな、わぁ、危ない、セーフ、うおー、いて、先生、ブーはっ、血嫌い、後ろの人がね、血が嫌いでね、これ将棋倒しになってて、あらららーってなってる。ここまでわかるギャグシーンなのこれ。あ、それギャグシーンなんですか。でここでトッキーが変身するんや。羽衣こんなんついて、コロネ先輩のこんなんつけて変身するんやけど、これは何って思った自分で突っ込みちゃった作者がこれは何って言ったらダメなの。マジカルこれは何パート2、マジカルマジカルトッキートッキーのね、この擬音がキッなんて説明しよう。みんなが傷ついたりしたとき相談に乗る、怪我をしていたら直す、それが時田時のパワーなのだ。私の密かな睡眠時間を減らしたら、えい、傷とか血とかがシューってなんか謎の小瓶にポッポタポタ。時はマジカルあずさとマジカルリンスを探しています。リーダーの時、風使いのあずさ、水使いのリンス。風使いとその水使いは分かったけど、リーダーは何役なのこれ。3人が集まったら敵の本拠地魔界へ行く。みんなどこにいるの。ナンバーワン、歴史が動く日。え、続くんだこれ。トキさんですね。あ、はい、今飛んできたよね。私アズリンスです、よろしく。今飛んでこなかった。うん、飛んできた。どうやって。私が超能力を使いました。なんだって。あ、ここでね、マジカルアズと、ま、ドクターリンスという人物って全部カタカナの武器と、なんかこの隠し武器だの、チョビッツのパクリ、ワンピースのパクリ、ホルスキンのパクリ、キャンドル界のパクリ、東京にいるパクリ、セアンのパクリユウちゃんのパクリって書いてあるんだけど、ユウちゃんって誰なの。ユウちゃんはわからない。友達かトキリだ、行き好きの魔界はどこ。それが私の家の隣に建てられた魔界というところです。なんじゃそりゃ。これ頭痛くなってきたんだけど、いい、もうそろそろ。アクア、ちょっとうち行ってくれよ。あの子たちが来たので。シュルシュルシュル、キャー、トッキー、トッキーがちっちゃくなっちゃったのここで。これトッキーちっこくなる展開ね。ちっちゃくなった。敵の仕業ね。敵のところへ行けば戻してくれるのかな。私に任せて、テレポート。何の技これ
ドスンクエッ。ああ、あの女の子の漫画でよくある変身シーン、これいきなりあのページが変わるともうお洋服着替えてドレスに変身よみたいな。ついに来たね。ああ、続き気になる。何これ、何、回想シーン入っちゃった。お姉ちゃん、何しに来たの。あなたを倒しに。それは無理ね。メタモルフォーゼのアクアリアス。いや、もう終わっちゃった。これ続きはない。先生の次回作にご期待ください。嘘でしょ。多分なんかお姉ちゃんって言ってるから、実はそれ妹的な存在で、敵がお姉ちゃんで、お姉ちゃん、あの時のお姉ちゃんに戻って、今はお姉ちゃんと妹ではなく、敵なんだっけ、アクアだっけ。アクア先輩やばいって、アクア先輩が敵なの。なんか魔界いいとこだから、なんかこの闇のパワーでうわーってしてる。それの時が多分トッキーはだから光の属性だったんだよ。光の属性のトッキーがもうビャーってやって、うわーって光と闇はもうあの相反するものってパズドラでも言ってっからよ。バチバチの兄弟姉妹争いが繰り広げられた挙句、意識を取り戻すだらけ。アクアさんね、アクアさん、アクアさんが記憶を取り戻して、今まで私は、何を、こんなことはもうしちゃダメだよ、お姉ちゃん。わかった、私も一緒に、みんなと、アズと、なんだっけ、アズとトッキーと、あとなんかもう一人、リンディンスと一緒に戦う。何と？もうじゃあ戦わなくていいよな、それ。元に戻ったら。じゃあ世界は平和になりました、ちゃんちゃん。ということでね、いいですか？そんな感じで。あ、はい、じゃあそんな感じ。大丈夫です。なるほどね。終わり？あ、そう終わるんだこれ。なんで、なんで納得いってないんだよ。おかしいじゃん。そんな感じです、作者が言うから。はい、めでたしめでたし。いやー、よかったね。根本解決しないんだけど、私新しい漫画読みたかったんだよね。何かおすすめの漫画ある？おすすめの漫画ですか、うん、いやー、そうですね、マジカルトッキーと同じようなやつを。あ、分かった。そこを見てる君、今から自分の黒歴史の漫画を送ってくるんだ。このマジカルトッキーを超えられるかな。はぁはっはっはっは。面白いのが来るといいな。じゃあよろしく、その感じで。いずつくん、よろしくね。さあ、エゴさせるか。完璧すぎるんだけど、この子大丈夫って。あ、やばいかも、それは。これ問題になるわ。やっちゃったわ、これ。ドゥル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 、マジカルトッキー、私とあなたのマジカルトッキー、不思議な力で闇と対決。